渡辺博に渡辺康史に8月1日から1949年10月5日は日本の政治家、ジャーナリスト、衆議院議員、旧名、長一郎。北海道函館区、船見町で渡辺長蔵の長男として生まれる。早稲田実業学校を経て、早稲田大学政治経済科専門部で学んだ。その後、函館新聞記者となる。 1914年、家督を相続し、大国と改名。函館区会議員、函館市会議員を務める。政治家としての見識を広げるため、1923年から1928年まで、中国、モロコ、インドを経て、ヨーロッパ、アメリカ合衆国を視察した。1930年、函館市で、教民会を組織し、帰還し、教民を発刊した。 同年2月、第17回衆議院議員総選挙で、北海道第3区から出馬して当選し、立憲民政党に所属。中野聖郷に死宿した。1932年12月、足立健三が国民同盟を結成すると、渡辺も参加し、常任幹事を務めた。1934年、函館市民同盟を組織して名手に就任。 1936年2月、第19回総選挙で再選された。その後、中野聖郷の結成した、東方会に参加。以後、第20回、第21回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算4期務め、体制翼3回中央協力会議員となった。戦後、公職追放となり、追放中の1949年死去。ありがとうございます。